こんにちは、ブルーホースです。デトロイトやってまいりましょうか。雨ばっかり、こうなんでこう現実の世界とリンクしてるんだろうね。今回潜入パートですね。見つかったらやばいんじゃないの？マーカスパートだよね、多分ね。なんかボインの姉ちゃん。ボインドロイド。てか、こんな堂々と大丈夫なの？急になんかサイバーライフのそこそこにブルーブラッドと。じゃあついていきましょう。ジェリコ。これジェリコって全員のことだよね。てかこんな堂々と走ってっていいの？すごいね、みんな。急にミッションインポッシブルみたいな感じになってるけど。さっきなんかなんだったっけ？あれが飛んでたけど大丈夫だった？アンドロイドじゃなくて、なんだっけ。とりあえずついてってたら、セーフなのかな。てか、あなたもっとさ、マトリックスみたいにさ、シュッ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 っていけるんだからさ、なんだったっけ。あ、見張りのアンドロイドだ。I found another way。てか、なんで、ボインドロイド、なんでそんな知ってんの、いろいろ。てか、音をガンガン立てるね。前回だからその壊れかけのレイディオたちを助けるためにブルーブラッドを探しに行こうっていう話になったんで、今ここの倉庫に来ています。で、なんかこのなんだろう、バイオハザード5のなんかチャプター5の1みたいなステージに来てるけど、あ、サイバーライフの倉庫見っけ。これ急がないとやばいとかなのかな。おお、かっこいい、パルクール。とりあえず、ボインドロイドについていこうか。ほい。あ、みんな、しがみついてる。落ちるなよって。ああ、上向かないで。絶対向くなよ。上向いたら絶対アウトだぜ。その音でバレるだろ。なんか、異常があるぞ、みたいな。これでもさ、これなんか、いろいろとついて、あれ、なんか、まあ別に、あれか、調べるのも特にないかな、そうだから。とにかく急いでっていくやつか。そうか、もう、ああ、そうだね。そうか、あった。ほい。みんなポーズ一緒なんだね。急げ、急げ、急げ、急げ。なんだ、なんかもっともっとなんかこう、ミッションインポッシブルみたい。あ、やべ。サイバーライフウェアハウス。なんか、ドロイドじゃなくて、あれなんだったっけ？ドローンだ、ドローン。ドローンをなんとかしなきゃいけないけど、ドローンを排除する。え？僕がやる。ドローンを排除する。これ見つかるんじゃない？何する気？ X。 これでいくと、あ、それはそうですよね。それはそうですわ。じゃあ、こっちか。で、こっち登っていって、で、さらに登るよね。あ、高すぎる。高すぎ、新作やった。ってことは、こっち。あ、そっちなら行くのね。で、お。で、計算して、で、沈めていくと。じゃあ登りましょう。ほっ、急いで掴め。こっからは楽だね。自動でやってくれるんだけど。おっ、おっ、よし、オッケー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 。あ、もう一回か。オッケー。 You okay? Yeah, yeah, I'm fine. あ、いつの間に降りてきてたの。結構な高さじゃなかった？やった、ボインドロイドの評価が上がった。パフパフが待ってる。部品を集める、箱を調べる。オッケーオッケーオッケー。え、ちょっと待って、通りたいの。開ける。ほっ、ガチャ。何が待ってる？お、ブルーブラッドか。オッケー。やばい、なんか来てる。何？どうした？あー、やっちまった。
You're trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. Level 2の違反行為。あら。Notify security. ちょっと待った。John! God damn machine! Where is it this time? どうした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 。警備員を殺す。捕まえて隠れる。ちょっと、殺人はね、良くないからね。お、お、お、どうしたどうした。あ、そういうことか。ジョン、あれ、大丈夫？動かない。なんだ、なんでこんな箱が勝手に開いてるんだって言うの、バレへん。結構、最初はドローンで、お次はジョン。いや、だったらもっと調べろよ。ジョンは、あれじゃあ人間か？あ、ジョンはアンドロイドで、あの探しに来た人は人間っていう設定になるのかな？ Let's finish up and get out of here. いや、まだまだ。まだ調べる。人間欲張るのが大事よ。アンドロイドだけど。どん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 入れていこう。で、また、目が合っちゃうみたいな。目と目が合う瞬間数。カバン、オッケー。もっと大きな、もっと大きな箱を調べる。もっと大きな箱を調べる。じゃあ、こっちだね。じゃあ、俺ちょっと、もしかして、あれ自体が大きな箱？これ大丈夫？いない？オッケー。ナイフで開けれんだ。大きいスーツケースみたいな感じだね。なんかあの、一年分の衣服が詰まってそう。アンドロイドそのものだった。どうしたらいいんやろこれ。スイッチ切れてんのかな。AP700。よし、ちょっと面白いことしてやろう。閉じよう。おお、どん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 侵食していく。だからやっぱり人間と共存しましょうパターンと人間から逃げましょうパターンと人間をやっつけましょうパターンがあったらすごい面白いと思うんでね。うん。おーい、これでどん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 反乱軍を増やしていってるって感じですね。別に人間が帝国軍ってわけじゃないけど。お、みんなが気づき始めた。同じか、え？あ、戻った。これでもあんまりその力を与えすぎるとこう自分が壊れちゃうみたいな。あ、ノースの、あ、やった。え、ジョッシュはいつの間に、ジョッシュとサイモンはいつの間に、あれだ。おお、銃になりたいんだ、ジョン。そうやな。ジェリコ知ってる？いいところだよ。受け入れてあげましょう。今評価が高いうち、あ、でもノー、パフパフが、パフパフが遠ざかってしまった。生体部品がぎっしりだ。でもこれ荒れちゃうの、もしかして。うわー、やっちまうな。これは多分見つかるやつだな、マーカス。そうだな。あ、いや、助けよう。助けよう、助けよう。いや、ここはパフパフを選ぶ、俺は。鍵を手に入れよう。Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without me. Marcus. I'm coming with you. No, I'm going alone. It's not worth it for both of us to risk losing our lives. マーカス、かっこいい。マーカス、あ、の、やった、パフパフゲット。でも、ジョッシュはあれやな。で、こっからどこに行ったらいいんや。とりあえずいきなり忍び込んだらまずいから。あ、じゃ、開けたらダメだって。なんでそっから。あ、動けないね、こっから。やばいね、ワン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 言われてるな。レディガードを脅す。いや、他にも方法はあるはず。
Looks like it. And he should be done already. Better off in here than on patrol. 停電させる。あ、停電させよう。あれ、停電させる方法がない。ガード外におびき出す。手に取る。これ何？あ、はい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 。よし、サーキットショートさせよう。停電やな。停電させて、復旧に時間をかけさせておいて、よし。急げ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 。見られるな。今のうち。鍵一個でいいのかな？ここに誰かがいる。よし、OK。え、逃げる？あ、そういうことか。OK。ついついなんかこういう潜入パートになるとあれだね。静かになっちゃうね。声も。アンドロイド、あ、ドローンにも見つかってない。よし、OK。戻るときは大胆に。よし、パフパフゲット。これのことだろ？持ってきたぜ。巨大な iPhone。よっしゃ、じゃあ行こうか。入ろう。お、しかも、運転席には2人だけなんじゃない？もしかして。あ、じゃあもうパフパフやん。やったね。港から脱出する。これ自分で運転するとか、そういうオチ。でもなさそうだね。ブン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 。ああ。ああ、自分で運転できる。よし。行こう行こう行こう。ちょっと待てとかならないかな。え？うわあ、めっちゃ銃で構えられてる。これバレない？大丈夫？いや、いけ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 、そのままいけ。オッケー。よし、なんとか無事に脱出することもできた。これ、ああ、ここまで戻ってくるのが一つのパートだったみたいですね。みんなのチート部品をゲッツ。およし。お、全員がパフパフしてくれる。ジェリコの敬意がめちゃめちゃ上がってる。ノースは友情か。愛情が欲しいな。このマーカスの俳優さんってあれに似てんだよな。あのターミネーター4に出てきたマーカス。そのマーカスか。いやでも違うよね。うん。まあ多分あの元の俳優さんのネタとかも多分出てきてるんだろうから、ちゃんと調べた方がいい。笑ったり愛したり胸を触ることだって。触っちゃう。ただ。だからそのアンドロイドのそのプログラミングされているその元っていうのが一体どういうふうに作られているかっていうところだよね。うん、おお、やっぱりバーサス人間だ。これがターミネーターになるわけだ。We are free. わあ、外の雨がすごい。まるでマーカスの言葉に振り出されるかのように外の雨が今すごい降っている。さあ言うてる。なんだろうな、アンドロイドだからかこうなんかみなぎってるようで目は覚めてるように見えるね。うん。いやー面白くなってきたじゃねえか。命つなぐもの。うん。これで、お、トラックいっぱいの部品を盗まないケースもあるんだね。これがどうなるかだね。でもこれ多分そのジェリコ的には一番いいあれになったんじゃないのかな。警備員に見つかった、あ、なるほどね。警備員に見つかったらトラックで逃げることすらできなかったんだ。はー、で、鍵を盗めないっていうオチもあったんだろうな。
おースニーキングミッションもうまくいきましたよ。アーノルド捕まえて隠れる。ジョンが変異する。あ、ジョンが変異した。おお。オッケー。ということでね、うん、無事にジェリコを奮い立たせることも成功して、いずれやパフパフを手に入れるんで、皆さん、こうご期待。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。